の中に私がね見てみたいものが展示されてる。5月7日まで展示されてる、貴重な新発見のあの書簡を見に。レッツゴー。わあ、いろいろ展示されてる。はい。わあ、すごい。あ、この展示室に。資料って書いてる。あ、これですか。この書簡が、龍馬が京都で暗殺される5日前に書かれた新発見の書簡です。福井藩の志士に宛てた手紙、これ11月10日って書いてるね。1867年に書かれたのに、すごく字が生きてますね。すごいですよ、ここ。これここにね、ほら、新国家、新国家って書いてあります。この坂本龍馬の書簡で初めてこの新国家っていう言葉が記されている書簡が初めて発見された貴重な手紙だそうです。この手紙の貴重さは裏打ちもされてない、そして生のままで封筒も残されてる。これは大変貴重だそうです。これが発見されたのに、これを裏付けられてローマが今や新国家できてない時代に新国家って書いて、私たちは今新国家に生きてる。そしてこの書簡も今新国家の、私たちの時代にまだある。